ランドのキシリトールで虫歯予防が成功したということをよく聞くのですけども、はいはい、そのあたりはどうなんでしょうか。そうね、うん、もうよくね、フィンランドもそうだけど、はい、日本もね、はい、キシリトールなんか食べてればね、あるいは飲んでればね、なんか虫歯予防できるっていうのは、よく、ね、聞きますね。よく聞くよね、はい、でよく患者さんからもね、はい、そんな話よく聞きますよね。そうですね、はい、外に出てね、よくスーパー行くとね、キシリトールいっぱい売られてるでしょ。そうですね。で、いやこれすごいんだよなと思ってね、その監視してみてんだけど、いっぱいありますもんね、うん、はい、実はね、キシリトール、はい、意外とね、はい、取りすぎると問題なんですよね。あ、そうなんですか、うん、はい、もうね、はい、フィンランド行くと分かるんですよ、私まだ行ってたからね。あ、そうなんですか。いっぺん行きたいなと思ってね。そうですね、フィンランドのね、免税店行くとね、売ってるんですよ。ああ、キシリトール。うん、売ってるんだよ。売ってるんだけど、はい、なぜかね、はい、日本人観光客の行くとだけしか売ってないね。ああ。だいたい日本人の観光客行くとって決まってるので、はいはいはい、そこにはキシリトールいっぱい売ってるんだけど、なんとね、他の国の人とか、フィンランド人が行くとはね、売ってない。ああ、そうなんですか。で、街出ると、はい、じゃあキシリトールどこか探すの大変ですよ。ああ、売ってない。全く売ってない。あ、えっと思うね、なんでフィンランドってね、そうですね、キシリトールを教えてくれたんでしょ。そうですね、日本なんて喜んでね、一生懸命皆さん取ってますよね。そうです ね、 ね、甘味料ってね、人工甘味料って意外とね、まあ白い砂糖もね問題なんだけど、人工甘味料って意外と問題って思うんだよね。ああ、そうなんですか、うん、で最近ね、その人工甘味料の問題がいろいろ言われてきたので、はい、控えてる、控える人とね、はいはい、奥さんとかね、増えてました、増えてきましたね。あ、そうですね、うん、でね、その中のキシリトールもやっぱり同じでね、あ、はい、大変な問題になってね、あ、はい、アメリカのね、はい、ここに、米国の国立ね、はい、歯科保健研究所っていうところね、はいはいはい、で NDH っていうんだけどね、はいはい、でそこの研究所はね、1000人を対象に、はい、3年間、はい、そのキシリトールを摂取する実験やったんだよね、はい、人間でね、人間で、はい、だね、なんとね、はい、やばいことがいっぱい起きたの。あ、そうなんです。それはね、どういうことだったらいいかね、はい、まず、はい、膀胱結石を起きる人ね、膀胱結石起こすとかね、はい、そういう人たちがね、ちょっと出てきたみたいね、はい、あ、そので実験された、そうそう、でね、ちょっとこれまずいんじゃないかということで、はい、もう中止したんですよ。で、中止しろっていう命令出したのね。あ、途中で、うんうんうん、で、アメリカではもうその時点で、中止したんだけど、実はね、その間もね、リグリーシャっていう会社がね、はいはい、大手なんでね、キシリトール一手にやってた会社なんですけど、あ、はい、もうそこもね、はい、密かに売ってた。ああ、その後もってことですか。そうそうそう、で、もともとね、1976年に、フィンランドのね、はい、歯科研究学者っていうのがあってね、はい、その学者がね、はい、虫歯をなくす奇跡の甘味料ということでね、で、はい、まあこれ取ったのね、キシリトール取ったらもう絶対虫歯治るよって、初期の虫歯で治るよぐらいのことまでね、言って出したのね、はいはい、すごくセンセーションなんで、はい、飛びついたのね。あ、そうですね。でね、まあ、そういう実験があったので、はい、で米国はどうもね、それはちょっとキシリトール、甘味料、結構米国って甘味料多いんだよね、人工甘味料ね。あ、そうなんですか。で、ちょっとやっぱいろんな問題できてるので、あ、はい、で、いろいろ米国人がいろいろ調べたところ、ちょっとおかしいということで、で、まあ、まずいよっていう経的というかね、そういうのを出したんだけど、イギリスでもね、はい、やっぱりその米国の教えを受けてね、はい、ハンティングストーン研究センターっていうところがあってね、はい、そこもね、キシリトールの安全性をね、やっぱり同時に調べ始めたのね、あ、はい、でこれは動物実験なんだけどね、はい、2年間やったんだけど、はい、膀胱結石を起こしたマウスがすごく多く出てね、はい、で、なんとね、はい、20% のね、はい、マウスでは、はい、もう膀胱炎とかね、膀胱腫瘍とかっていう、はい、で、またね、オスにはね、
をするだけの特徴なんだけど、はい、副腎にね、腫瘍ができたのね、はい、で腫瘍も良性悪性あるでしょ、はい、そうですね、で両方出たの、あ両方、うん、そうそう、でやっぱりね、はい、もう絶対ダメだってことで ね、 そうですね、突然中止した、あ突然、そうそう、ほんでフィンランドではもう来られてね、あそういうことを知ってるから、そうでも今日本バンバン売ってるでしょ、そうですね、まだ全然販売も、ね、そうそう、はい、でね取り過ぎできないんだよね、甘味料も人工甘味料も少し取るぐらいの状態だといいんだよね、はい、で取り過ぎはしないようにするっていうのは大事だと思うね、あそういうことですか、そうそう、はい、そうです、今日の話は、はい、はい、ありがとうございました、はいはい。